じゃーん、こんな感じで編めました。そしたら履き口のところ、引き上げ編みで、表引き上げ編みと裏引き上げ編み両方して、履き口3段編んでますね。1段目は、ぐるるっと長編みのみです。じゃあ履き口1段目開始します。立ち上がりの鎖編み3、そして1目につき1本、長編みを編んでいきます。でこの V の真ん中のところは側に長編みを編んで、 V の端っこのこの長編みの頭は目を拾って編んでいきます。で実は先ほどね目を拾い忘れまして、ちょっとこれ2回目の撮影なんですけど、この真ん中の側に長編みを編んだ後、ここをすくい忘れることが2回あって、54目あるはずなのに52目になってました。なので皆さんもお気をつけください。じゃあ最後の V の長編みをすくえたので引き抜き編みしようと思います。はい、じゃーん、こんな感じ。そしたら次から、引き上げ編みいきます。立ち上がりの鎖編み1、2、3。じゃあ次から表引き上げ編みいきます。で次裏いきます。裏は後ろから針を刺して、でまた後ろに戻してっていう感じですね。で表で裏、後ろから針を入れて裏に戻して糸を引き出してくる。これをね繰り返していきます。最後は、表の引き上げ編みで終わると思います。そしたら立ち上がりの鎖編み1、2、3番目のところに引き抜き編みします。はい、そしたら次1、2、3で、前の段が表引き上げ編みのところは表引き上げ編み、後ろの段が裏引き上げ編みのところは裏引き上げ編み、これをね繰り返して、編んでいきます。はい、こんな感じですね。じゃーん、こんな感じで編めました。で、引き上げ編みを2段ですね。長編みを含めると3段編んでます。で、これで終了しよっかな。幅は長編みのところから数えると2センチですね。そしたら最後、鎖を編んで終了します。長めに取っとこう。本来のレース編みだとこの長編み編んだ後糸を引き抜いて、チェーンつなぎするんですけど、今回は心配性なのでがっつり編みたかったのでちょっと普通のかぎ編み風の終わり方にしました。はい。いつもよりちょっと細めの針で糸始末しますね。そうすると糸が入んないんだよな。なので、先をちょっと平らにして、そしたらここの右隣のところにシュッと通して、でここら辺にシュッと通して、そしてここの後ろの目のところを針通して、でここら辺ちょっと糸割りながらこんな感じで通していこうかな。はい、そしたら反対向きにこうしとこうかな。じゃーん。おー、いけたいけた。そしたら祭壇の難関、かかとをいきましょう。かかとはね、印さえつければあとはなんとかなる。かかとね、編んでいきましょう。印つけが重要になってきます。じゃあまずね、こんな感じで折ってみてください。で、折ったらまず確認してほしいのが、この長いのと短いのの間にこの1段挟まってる、これをまず確認してください。間に挟まれている部位ありますよね。この部位の下のとこ、右下のところに前の段の部位の右の頭があると思うんですよ。ここに印つけます。じゃん。で、これ取っちゃって大丈夫です。はい。ここ。で、次、反対側も同じところにつけます。この間に挟まってる部位の段の左下。ここですね。この左のところに印つけます。で、この黄緑色のは取って大丈夫です。そしたら今度長い方。長い方はこの挟まってる部位の右上のこの鎖ですね。鎖のとこ。ここじゃなくて鎖のところに印をつけます。こんな感じ。挟まってる部位の右上の目。それからさっきつけた右下の目。ここに印ついてると思います。反対側。この挟まってる部位の段の左上の鎖のところに印をつけます。まあよくわかんないっていう方は、とりあえずなんか刺せそうなところに刺していったらなんとかなるから、ちょっと印つけよくわかんないっていうことになっても、とりあえずなんかすくえそうなところをダダダーっとすくって、であと減らし目してこう目を減らしていけばいいだけなので、結構適当に印つけてもなんとかなります。大丈夫です。はい、印つけれました。そしたら通常、この底のところに印じゃなくて糸をつけて編み始めると思うんですけど、減らし目していきたいので、そうするとね、ここの目がね、足りなくなっちゃうのね。なので、かかとの上の方に糸を新しくつけて、そして減らし目しながら編んでいきます。残っている糸これくらいあって、分かりやすいように今回はこちらの色番20番で、編んでいきたいと思います。そしたらこのかかとの真ん中ら辺のところに新しく糸をつけます。で、私結んでいっちゃおうかなと思って糸取れたら嫌だから真ん中ら辺に糸を結びつけちゃいます。でこれは後で糸始末します。そしたら、立ち上がりの鎖編みを編んでこの印のついてる、2つ前ぐらいで止まっておきます。よいしょ。結んだ目に針を入れて糸を引き出してきて鎖を1、2、3目編みます。そして次長編みを編みます。次の目に長編みを編みます。で次も長編みを1目につき1目ずつ編んでいきます。とりあえず刺しやすいところに刺してひたすら編んでいってください。はい、印の手前の目が1個今余ってる状態、ここで減らし目をします。こことそれから印のついてる目とあとこの長編みごとすくって3目一度します。じゃあ印取ってでいきます。糸をかけたら印の手前の目ですね。これは糸を引き出してきて左の2本だけで、未完成の長編みを1本編みました。糸をかけて次印がついてたとこですね。ここに針を入れて糸を引き出してきます。で左の2本引き出します。糸をかけて次この長編みごとすくいます。ここで左の2本だけでこれで4本かかっているのを一気に引き抜きます。お分かりいただけただろうか。編み図にするとねちょっとすごいめっちゃなんか歪んでるんですけどここが印ついてた目なんですね。この印の手前の目と印とそれから長編みごとすくって3目一度します。次は長編みを普通に1本編んでで今度長編みごとすくって印ついてる目次の目をすくって3目一度します。じゃあちょっともう一回やっとこうか。じゃあいきます。3目一度します。この印の手前の目、印の目、そしてこの長編みごとすくっていきますね。ここ左の2本だけ引き抜いてでこの印のついてる目のところにまた未完成の長編みを編みます。ここですね。未完成の長編み2本完成しました。そしたらこの長編みごとすくってで未完成の長編みが3本完成しました。これを一気に引き抜きます。じゃあ次糸をかけて、ここですね、同じスペースのところに長編みを1本編みます。そしたら次、今度はここ同じスペースのとこと、それからこの印ついてるとこですね。そして次の目、これを3目一度します。いきます。糸を引き出して、これ未完成の長編み1本完成しました。そしたらこの印つけたとこですね。ここですね。そしたら次の目で4本かかっているのを一気に引き抜きます。はい、こんな感じになっております。で、3目一度に挟まれた長編み、ここに印をつけておきます。この長編みの両端は必ず3目一度するっていうふうにしていきます。そうすることでこうキュ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 ッと、目がすぼまっていってかかとの部分が出来上がります。次の段もね、同じ感じで、やっていきます。3目一度長編み3目一度、3目一度長編み3目一度、はい、いきます。そしたらまた長編みをね、印の2つ手前ぐらいまで編みます。今1234、あー、4、5、この印の手前の目が1個余ってると思います。ここからまた3目一度していきます。まず未完成の長編み1本目で、この印ついてる目、2本目いきます。で次3本目、3本目はここの長編みごとすくいます。ここですね。で4本かかっているのを一気に引き抜きます。で同じスペースのところに長編みを編みます。そしたら次、ここと、それから印ついてるとこと、隣の目のところに、3目一度ですねします。で次、印ついてるところ、ここね、忘れないように、ここだ、ここだですね。で隣の目で一気に引き抜きます。そしたらこの3目一度に挟まれている長編みに印つけときます。じゃあ次からは、普通に長編みを編んでいきます。まあよくわからんという方は、刺しやすいところにザザザーっと刺して、とりあえず4箇所で3目一度すれば目がすぼまっていくからなんとかなる。なんかそれらしい場所で3目一度したら大丈夫。いや、減らし目ねしないとすぼまっていかないので、そうなんですよ。そうなんですよ。3目一度が大事。3目一度を4箇所でするっていうのが大事ですね。すくう目はね、多少間違っててもなんとかなるから大丈夫。はい、そしたら最後の目編めたので引き抜き編みします。123、ここだな。ここのところで3目一度3目一度するっていう感じですね。今こんな感じになってます。これを繰り返していって全部で12345 5段編んでます。はい、2段目開始します。立ち上がりの鎖編み123、そしたら次がここですね。長編みの頭のところ、で長編みをダダダーと編んでいきます。そして、3目一度したいので、印の手前3目を残して、ください。そしたら、印の手前の123目、ここを、3目一度していきますね。未完成の長編みを3本編みます。そして4本かかっているのを一気に引き抜きます。そしたらこの印ついてるところ、ここは長編みだけ編みます。ここを長編みだけで忘れずに印をつけておいて、次の目で3目一度します。未完成の長編み1本目、次2本目、次3本目でかかっているのを一気に引き抜きます。じゃじゃん。はい、今こんな感じになってます。この印ついてるところの両隣に3目一度がある状態です。で、次、また、次の印のところの3目を残して長編みを編んでいきます。で、さっきここが19目だったから、それ何目になるんだ。15目かになるのかな。123456789101112131415、そっか15でいいんだね。はい、そしたらここ3目残ってると思うので、ここを3目一度します。切れ目。いやルームソックスだったら2目一度でいいと思うんですけど、おっとっとっと、かかとが余りすぎるとスポさんが履きにくいので3目一度にしてます。じゃあここさっき印ついてたところ、ここに長編み1本だけ編みます。そして印つけときますと。で次123、次の目を3目一度します。で4本一気に引き抜きます。はい、でれんという感じで、際のところに来たら2回3目一度してっていうのを繰り返して、全部で何段だ、全部で12345段ですね。12345段になるまで編みます。かかとの部分ね、5段編めました。そしたらここの対角線のとこ 6.5 センチくらいで、このかかとのところはだいたい 4.5 センチくらいになってます。そしたら、ちょっとね長めに糸を取ってカットしたい、ここをね巻きかがりにしたいので、そうですね30センチくらい糸を残してカットします。でこの輪っかの中に通して、鎖を1個編んだような状態にします。はい。そしたらこれを裏返して、で糸始末します。裏返したらかかとがこの印ついてるところが等分になるようにこういう感じに折ります。そしたらこれ折ったらちょっとずれないように。ずれないようにクリップとかマーカーで留めます。そして巻きかがりしていきます。そしたらこっち行って、で折り返してこっちに行くみたいにしようかな。鎖の頭2本すくいます。こんな感じで、で後ろ引っかかってないか、はい、大丈夫ですね。これで巻きかがり。で、後ろ、変な部分、目拾ってないか確認して。で、これ、目取っちゃいます。で、鎖の頭の部分で OK ですね。そしたら今度戻っていって、こっちの端っこまで行きます。目が小さいから引き抜き編みした目すくっちゃってます。なんかそこら辺は気にしなくてもいいかなっていう感じです。端っこまで出たらちょっとだけ戻って、で上に移動しつつ、なんか上に行けそうなとこに行って、うん。で、ちょっと心配性だからここら辺にちょっと引っ掛けて、ちょっと一回引っ掛け、輪っか作って引っ掛けて、でこの横の目に通していこうかな。よし。でカットします。てれれん、出来上がりました。おー、ええ感じです。次は100均の材料で編もうかなと思ってるので、よかったらまた遊びに来てください。ではまた。